はい、皆さんこんにちは。今回はですね、遊戯王マスターデュエルに新セレクションパックブレイブリーウィングスが登場すると、追加予定日は6月10日の金曜日ですね。なのでこちらのブレイブリーウィングス、パックのタイトル名からも分かるように勇気の翼、そうですね、何が収録されるのかというところなんですけども、今のところマスターデュエルのお知らせできてるカードのピックアップにはエクソシスターミカエルス、そしてマスターフレアフィペリオン、さらにバレルコードトラゴン、そしてダイモンマギストスゾロワ、さらに勇気の天使ビクトリカなどという収録内容になっております。ですがこちらのタイトルブレイブリーウィングスということで、まあもちろん意識しているテーマがありますね。そう、あの有名なテーマです。それは何かというと勇気の翼ということで、翼を持ってさらに勇気を持っているということで、今回収録されるカード、それはそうこちらのペンギン勇者ですね。ペンギン勇者のカテゴリー、ペンギンが来るというわけです。はい、来るかな。まあ、ということでね、今回ペンギンについてちょろっとご紹介していきたいと思います。まずペンギンとはどういうテーマなのか、ペンギンソルジャーとペンギン勇者を見ればわかりやすいんですけど、水属性、水属のリバース効果を駆使してバウンスやシンクロによって相手を妨害していくテーマです。イラストがね、結構高いのもいいですね。それでは簡単にペンギンというカテゴリーを紹介していきます。まずはロイヤルペンギンズガーデン。発動時にペンギンカードをサーチ、ターン1で手札かフィールドのペンギンモンスターのレベルを1下げて、その後手札を1枚捨てます。単純にペンギンカードをサーチできるパワーカード、さらに2の効果、レベルを下げるだけで手札を捨てるアドソンに見えますけども、口述するペンギンたちと組み合わせることでバックアドにつなげることができます。わかりやすいところで言うと、大皇帝ペンギンを発動時にサーチして起動効果でレベルを4にする、まさにぶっ壊れカードです。それではモンスターカード大皇帝ペンギンから、非常にシンプルな効果、自身をリリースしてデッキから大皇帝ペンギン以外のペンギンを2体リクルート、同盟化、レベルが違ってもよし、単純にアドを稼ぐ意味不明な効果、レベルは5なんですけども、先述したロイヤルペンギンズガーデンと組み合わせることで通常召喚からリリース効果につなげることができます。ペンギンはシンクロテーマであることから、多種多様なシンクロ、そして水族であることから、安定の持ち帰るをはじめとしたランク1から5のエクシーズにつなぐことができます。ペンギンデッキのメインギミックであり、ここから展開は始動します。次はペンギン勇士。シンクロスダイにする場合、水属性しか使えません。ですが効果は強力。モンスターがセットされたら手札から特殊召喚、その後自身のレベルを1から2下げることができます。そして自分のセットモンスターを対象に表にする効果、ペンギン以外をリバースしたら効果は無効になります。ペンギンをセットしたら特殊召喚、そのままセットしたペンギンを表にしてリバース効果を発動と、無駄のない動きができます。口述する小型ペンギンと合わせてさらなる展開につなぐもよし、バウンス効果を持つペンギンを表にして相手の盤面を荒らすもよしな万能モンスターです。勇士が手札にあるかないかでペンギンは展開がガラッと変わってきます。続いてのカードはペンギン忍者。リバース時に相手の魔法トラップを2枚までバウンス、そしてターン1で自分のペンギン自身も可能をセットする効果、相手のバックをバウンスする効果は再利用されると思うかもしれませんけども、口述する否定ペンギンと合わせることで除外につなげることができます。否定ペンギンがいなくとも一旦相手の伏せを除去できるのは美味しいですね。2の効果はペンギンのリバース効果を使い回す効果、擬似的なサイクルリバースといえます。この効果は先述したペンギン勇士の特殊召喚につなげることができるため、勇士の効果で表にしてさらに相手の盤面を荒らすことができます。次のカードはペンギン僧侶。効果は控えめ。ペンギンが相手によって墓地に送られたら、手札から捨ててそのモンスターを裏守備で蘇生、同時に送られた場合はそのうちの1体、ターン1でペンギンモンスターの攻撃力を600アップし、ライフを600回復。蘇生効果については能動的に使えるものではありませんが、リバース効果を持つペンギンを蘇生していきたいところ。ペンギン僧侶はこの2のね、控えめな効果がメイン。ペンギンは攻撃力が低いんで僧侶で補うことができて、さらに自信も対象に取れるため、口述する否定ペンギンの効果を誘発して特殊召喚できます。この動きで即座にランク3またはリンク2につなげることができるのは魅力的です。ランク3を作るのはほぼ僧侶がメインになるので覚えておくと便利です。それでは何度も言っている否定ペンギン、自身が場にいる限りペンギンカードでバウンスしたカードは除外される。墓地にいる状態でペンギンモンスターの効果が発動したら自身を特殊召喚する強制効果、この否定ペンギンがペンギンの強さを何倍にも上げるカードです。ペンギンはペンギン忍者でバックを2枚までバウンス、ペンギンソルジャーでモンスターを2枚までバウンスをメインの妨害に据えますが、否定ペンギンがいるだけで相手のカードを除外する効果になります。さらに墓地にいれば簡単に出てくる、まさに意味不明。
いかにこのカードを立てて相手のカードをバウンスしていくかがペンギンの鍵になっています。ただ注意したいのは、墓地から特殊召喚する効果は強制効果なので、好きなタイミングで特殊召喚することはできません。続いてペンギンソルジャー、効果はシンプル。リバースした場合に相手のモンスター2枚までバウンス、まあ、見たまんまの効果なんであんまり言うことはありませんけども、ペンギンソルジャーは唯一のレベル2ということで、2体並べば持ち帰るにつなげることができて、シンクロの幅を広げることもできます。そこもね、考慮して展開に絡めていきたいところです。次は極標獣、ポーラペンギン。特殊召喚成功時に相手モンスターをバウンス、自身が破壊された時に相手のカードをバウンス、まあ、レベル3のチューナーということもあって、大皇帝ペンギンからポーラペンギンと否定ペンギンをリクルートすることで、相手のモンスターを除外しつつシンクロモンスターペンギン勇者につなげることができます。ペンギンチューナーはポーラペンギンとペンギン勇士の2体なので、最終盤面を見据えてリクルートするモンスターを決めていきたいですね。続いては小型ペンギン。リバースした自身が墓地に送られたら、墓地からペンギンを攻撃表示か裏守備で特殊召喚。レベルに制限はないため、単一のない大皇帝ペンギンを蘇生しておかわりもできます。またペンギン勇士とは相性が良くて、小型ペンギンをセット、勇士を特殊召喚しで、勇士の効果でリバースしてそのままペンギン勇者をシンクロ召喚とつなげることができます。まあ、指摘にはね、2枚3枚と積むカードではないんですけども、ピン刺ししてると便利、そんなカードです。そしてお次はこちら、ペンギンソードですね。ペンギンソードの効果は、装備モンスターの攻撃力は800ポイントアップ。そして装備モンスターが戦闘ダメージを与えた時に、相手フィールドのカードを1枚選んで持ち主の手札に戻す。さらに相手フィールドの表側表示のカードがペンギンカードの効果で、フィールドから離れ手札に戻った場合、または除外された場合に発動。次のターンの終了時までそのカードおよびそのカードと元々のカード名が同じカードの効果は無効化されるというね、まあ、正直言って控えめなカード、ガチ構築のペンギンには絶対まあ入ってこないカードではあるんですけども、かなりねペンギンに寄せた構築だと強いカードとなっております。こちらを装備したモンスターの攻撃力は800ポイントアップするっていう攻撃力強化、かなり控えめな打点ではあるんですけども、ペンギンって本当に打点が低いんで、そちらを800ポイント上げれる、まあ、実質まあほぼほぼ1000アップと考えれば、なかなかに強い強化打点となります。もちろんペンギン僧侶との、併用も可能でして、その場合は1400ポイント攻撃力が上がりますね。さらに2の効果、戦闘ダメージがトリガーではあるんですけども、相手フィールドのカードをバウンスすることができます。もちろん否定ペンギンがいたらそのバウンスカードは除外になります。でこちらの効果、3の効果と連動しておりまして、バウンス除外したカードおよびその同盟カードの効果の無効化ですね。まあ、例えば双剣ですよね。双剣とかが龍炎を、手札効果によって特殊召喚した後、ペンギンカードの効果で龍炎をバウンスまたは除外した時に、次のターン、龍装権限なので龍炎をサーチしてきてもその効果は使えませんよっていうことにできます。まあ、実際この効果が刺さる時って、まあ、ほとんどないんですよね。私もペンギン結構使ってますけども、あんまりというかマジで刺さったことないですね。まあ、こちらのペンギンソード自体も優先的にサーチするカードではないんで、展開札プラスアルファでペンギンソードがあったらラッキーだなっていう程度のカードではあるので、能動的に、サーチするカードではありませんし、能動的にこの次のターン終了時までの効果を無効化するっていう効果を使うカードではありませんが、あると便利、枠があったらとりあえず1枚差し取ってもいいんじゃないかな、そんなカードとなっております。それでは最後は紹介が遅くなったんですけども、エースモンスターペンギン勇者、レベル6シンクロ。シンクロ召喚成功時にデッキからペンギンをセット、勇者がいる限りセットモンスターに対象耐性、相手がモンスター効果を発動した時にセットされている水属性モンスターをリバース。どうでしょう、この芸術のような効果の神話性。シンクロしたらリクルートして耐性を与えてモンスター効果を使えば妨害する、まさにペンギンというカテゴリーが欲しかったものを全て持っています。リクルートするモンスターとしては、モンスターを2枚バウンスするペンギンソルジャー、バックを2枚バウンスするペンギン忍者のどちらかを優先的にリクルートします。ちなみにリバースさせるのは水属性なら何でもいいです。まあ、だから何なのかと言われればそれまでですけども、まあね、相性のいいカードはあるんですけども、まあ、今回のペンギンとはあんまり関係性がないため割愛させていただきます。さてそれでは今回のペンギンいかがだったでしょうか。実際にペンギンが来たら展開方法と動画にしたいと思います。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。